ドンデル。ドンデルとはずっと無料で遊べるスロットアプリ。遊ぶメダルは時間で回復。毎日遊んでアイテムをゲット。仲間と協力してレア報酬を狙え。ドンデル対応スマホアプリ続々配信。Google Play、App Store で検索。無料スロアプリ革命。ドンデル嵐内閣とは、無料で遊べる全く新しいスロットアプリドンデルを世の中に広めるために結成された謎の合議制機関である。ドンデル嵐内閣。さて、今日は皆さんに大事なお知らせがございます。我が党の代表であります嵐さん、そんな嵐さんに今回代表を交代していただきたい、つまり内閣総理大臣を辞任していただきたいです。え、俺がクビになるってこと？俺がクビになっちゃうの？はい、あのですね、もともと嵐さんの支持している層っていうのは、まあ、某新宿の某2丁目あたりいるね、非常に偏っておりますね。そうですね。まあまあ確かに、はい、あの街をね、こう遊説して回ってる時なんかかなり黄色い線が回るんですね。普通に歩いてもちょっと口笛吹かれたりしてるぐらいですから。そうってこうやられちゃうから。まあまああの2丁目の支持も大事ですけれども、もっと世に広く皆さんに支持される人が総理大臣になるべきじゃないかということで、うんうん、新しい代表を決定するためのプレゼン大会を行いたいと思います。嵐総理に代わる代表の座をかけて行われるプレゼン大会。内容は各大臣がドンデルでやってみたいことや自分流の遊び方をプレゼンする。審査員の嵐総理は10点満点で採点。果たして次期代表の座を射止めるのは誰なのか。1人目のプレゼンテーターはやはり紅一点の、神谷玲子さん。はい、じゃあ行かせていただきます。私がドンデルでやってみたいことはこちらです。はい、バンジョー2での絶頂ラッシュです。配信中のドンデル対応第2弾オスバンジョー2、神谷はホールで弾くと大興奮の絶頂ラッシュをプレゼンに選んだ。バンジョー2が好きだと語る神谷が絶頂ラッシュを選んだ理由とは。最近 ART がですね、なかなか伸びなくて、なのでドンデルで絶頂ラッシュを弾くイメトレをすれば実際にホールで弾けるんじゃないかなと思うんですよ。総理、今の説明プレゼンを受けての採点の方よろしくお願いいたします。高得点じゃない？期待できそうですね。だってあの人絶頂好きだもん ね。絶頂っぽい、うん、あれ？え？いや2点ですか？まあ、玲子君には悪いんだけれども、はあ、工夫がないね。おかしいな。高得点だと思ったんですけれども ね。好きですね。まあ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 、ちょっと気を取り直してね、はい、じゃあ次、誠さん行ってみますか。わかりました、はい、僕はですね、ドンデルでやってみたいこと、こちらです。秘宝殿で秘宝ラッシュダイナマイトを弾いてみたい。こちらは近日ドンデルから第3弾として配信予定の秘宝殿太陽を求める者たち。誠が選んだのは嵐総理が長きにわたって夢見る秘宝ラッシュダイナマイト。この貴重な体験がドンデルでできるということもあって、誠もご利用し。これはね、なかなか弾けないんですよ。え？3点？いやいや、全然ダメっすわ。全然ダメ。もっとね、こうペペペペみたいなって体で反応するやつをね、プレゼンしてくれないとね、私は満足いかないんですよ。じゃあちょっとカイザーさん、僕のでも出ないやついっちゃって任せてください。私が紹介するのは忍び魂2の絶空資源に簡単に突入させることができる裏技です。霊薬後5ゲーム間忍び目を引くことができれば絶空試練突入のチャンスなんですよ。あ、ってことはつまりあれだ、アイテムを使って忍び目を引けばいいんだね。そうですね。ドンデルの特性をよく理解しているカイザーは忍び魂2での裏技を披露。アイテムを使ってART 高確率ゾーン絶空試練突入にチャレンジした嵐総理は、これはあれだよね、赤い方が止まったら絶空試練だね。そうです。おお、はい、青だよ。これはいったかな。これ
しますおお。おめでとうございます。まあこの忍び魂2はもう忍び目を引くタイミングが本当大事な台だからさ、確かにこの打ち方なら ART 券のアイテムがなくてもチェリーと忍び目のアイテムさえ持ってれば ART に突入させられるっていうのはいいね、これね、自力でね、うん、これでも高得点期待できますよね、何点ですかね、3点ですか。まあね、確かに非常にアイデアがいいというか、まあ、発想の転換で作られていい裏技なんだけど、まあまあなんとなく3点かなと。なんとなく、いや、さくらあんたちょっとやる気なさすぎじゃない。まあ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 、まあ、皆さんのお気持ちもよくわかりますけれども、うん、きっとね、総理も何かお考えがあるんじゃないのかなと、うん、なぜならこうね、僕のね、プレゼンがまだ控えてますから、うん、そちらに期待するがあまり、皆さんのプレゼンには辛口なのかもしれないなと。じゃ最後は私がビシッと決めてあります。私のおすすめというか、皆さんにぜひ味わっていただきたいのはこちらです。はい、スイカ同時当選のピンクビッグですね。体感力を養うためにドンデルではあえて設定ランダムでプレイする梅や、高設定濃厚のピンクビッグが出た瞬間の喜びをプレゼン。アラスさんはあの僕以上にやっぱりね、うん、特に1台に腰を下ろすんですよ。そうだね、ブツブツね、これあんのかないのかなっていつもやってるんで、ね、そんなアラスさんがこれぞ高設定っていうスイカ同時当選のピンクビッグみたいなのを引いたらふおーってなるんですよ。僕その瞬間何度も見てますから、これは絶対伝わってると思うんです。じゃあ採点の方、梅屋のプレゼンは嵐の心を掴んだのか。よかった、あれ飲んでるのか、なんか丸忘れてない。そうだね、丸忘れちゃった、うん、丸一ちょっといい加減にしてくださいよ総理。そうだよ、もうちょっとさ、まともな採点してくれてもいいんじゃないですか。マスク取れ、マスク取れ、マスク取れ、今すぐやめろ、泣いてんじゃねえよ。話ってなんだよ、なら言えよ。はい、はい、はい、真面目にやってください。俺はまだ怖かったびっくりしたよね、原田さん今完全にもう一回殴られると思ったよね。非常にね、プレゼン大会の方は総理が厳しい採点を連発しまして、ね、まあなんかちょっとみんなから不満の声も多いですけれども、まあそれでもですね、やはり、次期代表のを決めていただかなければいけません、はい、総理、それでは発表のよろしくお願いいたします。嵐が指名するのは一体誰なのか。あ、緊張するね。ね、俺って書いて下にミーがいる。その絵明らかに嵐さん。え、そうだね、アラさんがやるってこと。俺だよ、だってさ、俺勝手に総理に任命されてまだ全然ドンデルやりきってないしさ、ドンデドンデドンデ出てるってみたいなやってみたいしさ、ドドンがドンデドンデ出る出るドンデドンデドンデって出る。あら、ドンデルって言い過ぎですから、もうちょっと落ち着いてください。いや、俺が総理、ドンデル出る出るドンデル総理。いや、落ち着いてください。ドンデルって言いたいのはなんとなく分かりました。総理やりたいのもなんとなく分かりました。やだよやだよ、俺絶対やるな、マジで。やめないやめない、この収録はやめない。あの1ヶ月はやるから。1ヶ月は、だって国会って大体1ヶ月ぐらい開会してんだから、1ヶ月は全部皆さんに付き合ってもらって映像撮りまくるから。はい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 、分かりました分かりました。はい、じゃあしょうがないんで、まあ今後も新さんは総理として続投ということでね。ミーがやる。わかりました、わかりました、わかりました、わかりました。書いてるね。まあということでね、まあ嵐さん、総理やり続けますんで、うん、まあそれがいいか悪いかは別として、皆さんもね、ぜひ、これからもドンデルで遊んでほしいと思います。はい。はい、それでは、ここらでね、まあ嵐さん総理で続けて頑張るんだね。頑張ります。はい。ということで、まあこの、国会のもいつまた開催されるかわかりませんけれども、今回はここら辺で閉会としたいと思います。1ヶ月はやる？わかりました。はい、わかりました。はい。それでは皆様さようなら。さよなら。無料スロットアプリドンデルを世に広めるという大役を果たした嵐総理。嵐は独裁的だとの声もあったようですが、ドンデルを愛する心はピュアハート。それではいつか開かれるかもしれない次の嵐内閣まで皆さんお元気で。ドンデル対応アプリは絶賛配信中。 Google プレイや App Store から無料でダウンロードが可能。第1弾は忍び魂2烈火の章、第2弾はオス番長2、そして第3弾は秘宝伝太陽を求める者たちをリリース予定。
さあ、無料スロットアプリ革命ドンデルをその目で体感せよ。